そうした中、まずこの初日十両の土俵が進んでいます。4番目の取組は大翔丸と雨風です。ともに先場所は6勝9敗7勝8敗と負け越しました。大翔丸は特に先場所の途中右足首を痛めて途中から苦しい土俵になりましたが、場所前は十分に稽古を積めたようです。主に部屋での調整を続けてきた大翔丸、十両3場所目でまだ勝ち越しはありません。対する雨風が十両5場所目、場所前は横綱春馬富士とも稽古を重ねました。ただ二所ノ関一門の連合稽古では番数が伸びずにここまでのこの初日を迎えています。左肘にはサポーターをしている雨風です。たくさんの塩をまいて入ってきました。先場所は大翔丸が右の押っつけが強く突き落として崩して送り出して勝っています。体重差は60キロ、雨風は205キロあります。いい当たり、刺して出ます、寄り切り、大翔丸の勝ち、圧倒しました。浜風今日は何もできませんでした。左差し得意な浜風が